はいはい、こっちもよろしく。ちょっと待てあんた、人がよろしくっつってんでしょ。私にハローワーク行けってのか。日頃から乱暴に扱ってるからそう思うですよ。いいこと言ったおちび。ちった、あたしらも大事にしな。あ、ユミさんも朝来てくれるですけど。はいです、お任せですよ。ちょっと、あたしは大丈夫です、姫が使うですよね。心の友よ。切れなかったら意味ないですよ。それではカズマさん、おやすみなさいですよ。起きろー、起きろってば、ゴラー。今時、ZZZ言いながら寝るやつがどこにいるか。だからとっとと起きろっつーの。こら貴様、どこ触っとんじゃボケー。おはよう。どこが作戦だ、むしろお前が悪いだろうが。つうかお前遅刻するぞ。ほれ、さんへ。一生懸命起こしたのですが起きてくれなかったですので先に行っちゃいますです。姫子。ああ、カズくん。おはよう。寝てたからご飯ごちそうになって川屋へ。え、もうそんな時間なの。はいはい。早く学園に行こう。今日は席決めだからね。違うよ、待ちに待った遠足の席決めだよ。なになに、カズくんは楽しみじゃないの。人生が過ぎ去るよ。うん、超低速だからね。自覚というか納得というか。別にそれだけじゃないもん。カズくんの大人になれるかなってドキドキなんだから。
もしかして本気？あ、超卑怯者だよ、カズくん！カズマ、ユミさんはどうした？押してでも戻ってくるのが心意気ってもんだろ。そうか、そうだよな。いざって時に役に立つとこを見せてやる。先ほどですね。行ってらっしゃい。って、もしですか？ご自分の胸に聞いてみてください。やっぱりですから、先ほどカズマさんの少し前にユミさんが通りましたよ。すれ違いだったんですね。無視したじゃありませんか。ユミさんがカズくんのバカと連呼してましたので、カズマさんを探していると。はい、お大事に。イエーイ、遅刻遅刻。朝はいたみたいなんですけど、まだ戻ってこないんです。
変だ、イミさんがどこにも見つからない。カズマ、貴様ユミさんが一大事だというのに何をのんきにアホ面下げてんだ。カズラ、落ち着いて。そうだよ、カズくんはかっこいいよ。一撃くんこそアホを決定。そんなユミさん、私は1000万だよ。大丈夫、脳移植して生き延びて。いけません、お兄様の体をお売りなさるなど。あんたの世のためになりたいわ。カズマさん、気をしっかり持つです。では私、2000万円出します。私の保険かけても足りないかも。受け取り人は誰なの。被疑者死亡事件でしょ。姫は窓側が良いです。よく電波が届きますから。俺様は真後ろだな。いかにもって威圧感を出すぜ。まあ普通はタイヤの上とか避けたいところよね。では私が落札でよろしいですね。カズくんは私の隣がいいよね。お兄様、私の権利は認めてくださらないのですか。皆さん落ち着いてください。そうですね。では光作くん、くじの作成を手伝ってください。了解です。人数分切らないといけませんね。先生、これをお使いください。これって、手持ちの紙はこれしかありませんので。お金に文字書いたら銀行の人が困るよ。なんか違う気が。光作くん、光作さん、お願いします。私は カズマ、俺様をユミさんの隣に。イカ様はよろしくありませんが、それには賛成です。私は別にどこでもいいけど。カズマさん、細かくならないです。
曲げてから切る方がいいよ。いいですか？席順を番号で振るのよ。ここはダメ。ここはユミとカズくんの席。ユミさん、勝手に書かないでくださる？じゃあ、姫はここです。待ちなさい。それなら私だって。私の消しちゃダメだよ。人気者だな。騒ぎすわん。少しよろしいっすか？はい。一緒に放課後のグラウンドで今ならベジタブル味とバニラ味とチョコレート味があるっす。自分はチョコレート味が猛烈に好きで。ちょっと待った！やめな野球部。沢木が困ってるじゃねえか。颯爽と止めに入る俺様、そんな姿を見てときめく沢木、完璧だ。コーデラ、邪魔するなよ。黙れ。貴様はそれでも高級少年か。沢木さん、こんな芋虫神の言うことは無視っす。なんだと？貴様らにはほのかに親近感を抱いていたが、それも今日限りだ。沢木さん、
沢木、どうよ。何をモジモジしてるっすか。つばき様、なじってくださいっす。なじる。うーし、できればさらにかかとで踏みにじってくださいっす。バカなこと言ってんじゃねえ。俺が先だ。さあ沢木、俺様は何だって OK だぜ。お前の熱いハートをこの俺様にぶつけるがいい。ぶつける。が胸胸か。こんなの俺の椿さんじゃない。マキーも勝者がいつも俺様しかいないということだ。あのさあ沢木、残った俺たちは危険で甘いアバンチュール。
くほどやばいのか。教師と来たらお兄様の貴重なお時間を。そうなのですか。よろしければお手伝いいたしましょうか。はい、不肖林道寺絆、及ばずながらお手伝いいたしますわ。終わりましたわ。それは迂闊でしたわ。ではお兄様の筆跡を真似て。そうですの、わかりましたわ。ということなのですが、お分かりいただけたでしょうか。では次の問題で最後ですわね。授業で習ったことばかりですもの。あら、でも私苦手な分野もありましてよ。苦手分野が分かっているので必死に予習いたしますわ。敵を知り己を知らずば百戦危うからず。林道寺の者は皆これを胸としていますの。確かにそうかもしれませんわね。嫌ですわ。お給料が安くて休みも自由に取れなくて、その鬱憤を晴らすかのように学生に八つ当たりをする職業など、確かにそうかもしれませんが、
私にはあまり選択の自由などないような気がします。したまでです。私も放課後の教室でお兄様と二人きりだなんて。気のせいですわ。お嬢様、小林月にございます。お久しゅうございます。かなりですわね大きくなられましたね。しましたことが、そうなのです。いつき、余計なことは話さなくてよろしいですわ。はい、申し訳ありません。お嬢様、ええ、帰りましょう。
申し訳ありません。お疲れでしたもので。私の一存では決められません。しかし一馬様のご意見は尊重するようにとお嬢様から言われておりますから。